水。ないです。はい。何もコメントがない。これかな。うん、それだ。お、誰かな。いや、なんか。たまには黄色以外もいいかなと思ってって感じですね。はい。これはなんかシンプルすぎて、こっちの方がいいかなと思います。でもこれにすることに SDGs ってことに乗ってても、 SDGs って何？ SDGs 一番の商品ができそう。でも俺はこれがいい。確かに。どうでしょう、ドンチャッチャッあれば、ね、決定なんですよ。これにします。それですか？何ですか、はい、その心は。その心は目立つやん、黄色、うん、黄色でしょ、ピンクなんかの商品が目立つかなっていう。黄色ちょっとなんかこう、分かんなくない？分かりました、黄色で。じゃあこれで。でも本当にこれがいいと思います。はい、扉を開ける感じね。ありがとうございます。全部素晴らしいけどこれです、お願いします。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございました。ありがとう。なんかピンクとかちょっと女の子には人気だからピンクでいいかな。なあ、お前なんかお前テレカメラ映せないからってお前調べて、お前なんか捨てるじゃん。あ、ピンクやな。ピンク多いし、ピンク着てる女の子かわいいし。あ、やべ、こいつカットで。あ、これ多いね。これ多いっすね。ピンク人気だ。なんでない、かわいい。でもピンクでしょ、うちもピンクってあんまないですよね、これまで。はい、いや、いいデザインしてくれてね。アマさんの10票分あるんで、1枚10票分なんで。はい、これピンク。まずピンクという色合い、ギランがドアからドーンと出てきてる感じ、いいですね。はい、気に入りました、これ。ありがとうございました。ありがとうございます。投票タイム。お疲れ様です。トンちゃんやった？これ欲しく、こういうどれが多い？めっちゃ多くない？これ本当だ、決めた。なんでシンプル。なんでこっちなんだろうな、ね、裏がこれってこと。ピンク黄色のがいいな。黄色のがいい。なんでだろう、決まり好きだから。気ないっす。これはキャベツ、キャベツ言いますか、うん、え、寺田だって誰、9番絶対全部。直感的にだったら、こっちは出てくる。これがめちゃくちゃ多いから、お前がバカみたいなのつくからだよ。これ、はい、どうやってんの、はい、それでいい。え、2、4、5、いや、俺が多分違う。ほら、俺が選んだやつね、これ。え、あ、そう、違った、俺こっちやった。違うじゃん。人気なかった俺。おー、嘘ついてる。結構これ多くね。え、まあ、あれかな、まあ、ギラって言ったら黄色っていうイメージ。
まあどれもいいけど、やっぱ黄色。どれもいいからさ。確かにな、黄色いいからな。色で決めた。なんか商品化する。ああ。高校生で書いてるやん。高校生ですね。あ、もうこれでしょ。これでしょって。あ、もうこれ、これ、これ。これ、これ、これ。自分の番号、自分の番号。これでしょ。俺の一番人気言うんだよさ。これでしょ。一番人気ないって言わないわ。薄くない黄色が薄い。俺の一番人気ない。とか、あんまそういうこと言わないわけ。うん、これ以上ギラバンツっぽくて。なんか理由あります。ギラバンツっぽいからさ。色。色。いや、それ何して。はい、はい。あ、ちょっと本当にこういう薄い色なんですか。本当にそういう色。ピンクもありやけども。結構これも好きやな。じゃあこれで。なんか色かな。あれピンク可愛いですよね。これ可愛いし。いやなんか絶対これ選ぶんですよ。選びがちだと思うんですけど。なんすかね。あえてあえてのピンク。大決す。よし。あります。3時半ぐらいできる。これ2時半から先週。ね3時半ぐらい。弱いから選んだ理由やっぱ黄色、黄色に目が一発目引かれて、デザインも結構好きだったんで、まあ、これかなと思いました。他のがあの悪いわけじゃなく、慎重に吟味した結果の黄色にしました。ありがとうございます。いいデザインでした。理由ですか。まあギラバンツが大々的に出てるのにしようかなと思って、こっちはちょっと男の人が着づらいな。こっちだったらメンズでもレディースでもどっちもいけそうかなっていう理由です。選べないっす。全部良すぎて。え、アマさんこれなの。全員やってんすよ。これ黄色だったらな。やっぱそうっすよね。ああ間違いない。そうか、そういうの。これが黄色だったらもう大優勝だったんだよ。男着れないっすもんね。いやこっちかな。使えなくしてあげる。使えなくしていいです。なんでなんかして。いやセンス。ほらやっぱりねこれなのよ。いやこれやろ。え？これいっちゃう。いや俺もこっちで。俺もこっちがデザインはめっちゃ好きだけど。いや色でしょもう。色がなギラバンツってなると黄色やろ。あれ。バカだ。いやそれをあえてピンクの境地まで行くっていう。あえて、そうあえて。え、この深いプレーわかんないですか。モンストで言ったら横貫すると見せかける。え、間違って縦貫になっちゃったけど結果オーライみたいな感じですか。ちょっとアビリティ対応してない。分かる人にしか分かる。アビリティが俺には対応しない。めちゃくちゃ対応してるやん。少ないアビリティが対応してる。アンチ中山由紀ついてないの。ついてねえか。すごい、なんていうの、うん、木の実。いや、でも全部いいっす。え、何その最後の一言でさ、まとめてんすか。田口さんので。でもこれがさ、一番っぽいよね。うん、まあ言うたらアンパイやな。アンパイ、黄色よくね。タケ君でもこっち同情して。俺はこれっす。もう一目見た瞬間からこれだった。ビビッときた。これだってユニでもいけるし。ほぼユニっす、うん、これで着て試合しようよ。無理やろ。OK っす。大丈夫ですか。あ今何なん。いや、決め手はやっぱり。なんつうんですか。
いや好みとしか言えない自分だったらこれをが着たいっていうのがそれが結局勝ちましたね。はい、そんな感じです。ゆくんどれでした？こっち。ギラバンツって感じはもうこれだよね。いや、そうなんだよね。でも俺こっちにしとこうか。決めてよ。ピンク。いつも黄色やからな。たまにはピンクでも。今流行りのパステルカラーだけど、トレンドの。トレンドも大事やけどな。パッと見のデザインです。はい。それ以上でもそれ以下でも。そうですね。雰囲気です。なんかホームベースの形。なんかホームベース。イメージボケると。ちょっと俺そういうの気にするな。色っすね。ピンク、なんかいい感じや。決め手は色です。なるほど、ありがとうございます。